こんにちは、佐藤ささらです。ゆずきゆかりです。ストームワークスさんがついに正式にリリースされたので、また新たに遊んでいこうと思います。おお、ついに正式版ですか。です。ささらちゃんは発売前から楽しみにしてたし、アーリーアクセスの間もずっと遊んできたゲームがこうやって正式にリリースされるのって、なんだかとっても誇らしい気持ちになりませんか。あー、それめっちゃワクワクってなわけで、ゲームモードはカスタム、チュートリアルはすっ飛ばして初期動画から始めます。この曲だけはずっと変わらないね。無職の船長兼機長兼運転手のおじさんの見た目はこんな感じにしてみました。救命胴衣は大事、サメさんの帽子も大事。このおじさんサメからなんか吸ってるん。あー、それめっちゃわかんない。そしてこちらがおじさんのお家です。島に一軒だけの質素な作りのお家だね。で、お船を作るドックはこの崖の下にあるよ。飛んだ。さあクリック。今の絶対骨いったでしょ。かもね。ボートがこの辺りで大変なことになったぞ。おーはー、随分とアバウトなミッションね。この辺りでってことはお船ちゃんを探さなきゃいけないのかな。この赤い点々の丸の範囲内にいるってことなのかしら。てなわけでボートを探すためのお船ちゃんを作りました。あら、かわいい。どんぐりむっくりしたタグボート、エイコーンちゃんです。エイコーンちゃん、どんぐりって意味だよ。なるほど、どんぐり丸。いや、エイコーンちゃん、タグボートにしてはバルジとかフィンスタビライザーとかついてるし、タグる気なくない。転覆しないためにはこうするしかなかったよ。サイですか。サイです。マストは高すぎて折りたたんだ状態でスポーンすることを強いられました。タグボートのマストってやたらと高いよね。じゃあ、早速出航してもらいましょうか。こちらが操舵室だよ。だいぶ見晴らしは良さそうだね。そうだ、忘れて。メインエンジンイグニッション始動前チェックリスト確認。じゃあ、高解灯つけて、イーコンの感知器もつけて、試運転がてらボートの捜索に出発します。遭難者の命をかけた試運転ですか。とってもスリリングだね。うわ、なんだこの加速。このお船ちゃんは海がないでる時だと時速80キロくらい出せるよ。43ノットくらいだね。ゆかりさん、なんですか。ヤードポンド法じゃないですよ、ノットは。そうなんだ。ここのキーボードに目標の座標を入力してボタンを押すと勝手にその方向に舵を取ってくれる機能も搭載しておきました。これがオートパイロットってやつですか。さて、あとはほっぽらかしとけば勝手に進んでいってくれるはずなので、この辺で船内探検ツアーでもやっときますかね。前見とかなくて大丈夫。はい。その地震は一体どこから。この船が沈むわけないだろう。それ沈むやつ、ただっ広い後部甲板には後でクレーンとかの装備を取り付けようと思ってるよ。で、キャビンはこんな感じ。木目調の床がちょっといい感じね。結構お気に入りです。寒いところでも大丈夫なようにヒーターも置いておきました。遠赤ヒーターさん。で、こっから下の階に行けるようになってるんだけど。え、ガランドじゃないですか。ご覧の通り、まだ何もできてないよ。内装はない。こっちが船長さんのお部屋。これまた木目調のお部屋だね。いい感じでしょ。監視の部分だからベッドくらいしか置けなかったけどね。なんでこんなところに固体ロケットが。ポットです。え、でも固体ロケットって。ポットです。ポットです。あ、はい。で、ここは側面に窓が付けられなかったんだけど、さすがに窓が一つもないってのは味気ないので、こんな感じに天井から自然光を取り入れるようにしてみたよ。最高窓ってやつだね。はい。で、エンジンのお部屋はこれです。随分と変なところに入り口があるのね。この下にはあるものがあって、しゃがまないと入れない構造になっちゃったよ。あるもの。これがエイコーンちゃんのエンジン。正式版になってから壊れたパーツを修理する要素が加わったので、エンジンルームにも入れるようにしておいたよ。乗り物の設計に整備性という概念が加わったのね。うん。でもこのエンジンルームはちょっと整備しづらそうだから要改善だね。エンジンルームへの出入り口が小さいとアクセスに時間がかかるし面倒だもんね。で、その整備性の低下を引き起こしてるのがこれ。何これ。兼用装置の一種だよ。重りを左右にスライドさせて船を安定させようとしてるのね。航行中の左右のバランスはインスタビライザーでどうにかなるけど、これは停船中にバランスを保つのに活躍します。水中抑船も停船中が一番酔いやすいって言われてるし、揺れを抑制するのは大事。揺れるどころかあれを搭載しておかないとすぐ転覆するんだよ。それただのトップヘビーじゃん。そしてこちらがクローゼットです。クローゼット、防寒着とか防寒とかをしまっておきました。お洋服がたくさんね。あ、なんかのろしが上がってますね。のろしの上がってるところにボートが一隻。救援要請のあったボートはあれかな。ってわけで近くまでやってきました。一人海に落ちてる。引かないように気をつけてね。わー、ぶつかる。インド人を見る。セーフ。
どうやらミッションがこの人たちを病院に運ぶってのにすり替えられてたので、ザビーン、指示通りに運んでいきましょうね。あら、水に飛び込む時の音ってなくなっちゃったのかしら。バシャバシャうるさかったけど、なくなっちゃうと寂しいよね。飛んだ。じゃあクリック。え、何このジャンプ。ああ、それめっちゃわかんない。残りの3人も回収しちゃうよ。京橋です。飛んだ。じゃあクリック。板橋です。万世橋です。飛んだ。じゃあクリック。なんか微妙に上達していってるし。このお船ちゃんシンプリーっていうの。内装とか結構おしゃれだね。マイコンでソファーを表現してるのか。あの棚の感じとかなかなかいいじゃない。あー、それめっちゃわかる。この橋さんたちはどうやら怪我をしているらしいので、一応持ってきておいたファーストエイドキットで治療しておきますね。あってよかった、救急箱。チャーク石、チャーク石、チャーク石、チャーク石といった感じで橋どもを積載したら、ヒンクリーちゃんはほったらかして病院のある島に向かいました。真下向かい。せっかくのタグボートだし、あのお船をどっかまで牽引していくっていうミッションだったらよかったのに。あー、それめっちゃわかる。これじゃあただの海上タクシーだよ。タクシーでしたか。いい感じに切断できたので、ここで怒りを下ろします。はい、ガッチャン。はい、ガッチャン。え、何がくっついた音。海底と怒りのマグネットがくっついた音。惑星ストームワークスの地面って磁性体だったんだ。かもね。じゃあ皆さん行きますよ。怪我人だけどちゃんとついてきてるわね。レトロ、アケロイト死刑だ。アケロ死刑だ。感謝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 だぞ。といった感じに感謝されたところで、今回はここまでにしておこうかな。ごきげんよう。じゃあね。